皆さんこんにちは、 DJ のウクレレベース講座です。今回のベース講座はベースのチューニングについてのお話をさせていただきたいと思います。はい、ウクレレベース、この樹脂製の弦のチューニングです。ラウンド弦の場合はウクレレと相対して変わりはないんです。まあ、チューニングずれてたら合わせるというところ、まあ、樹脂製も一緒なんですけど、回して、締めればチューニングが上がる、緩めればチューニングが下がるというのは、この樹脂製もラウンド弦も同じなんですけど、樹脂製だけ若干違いがありまして、というのは反応がすごく遅いんですね。この弦って引っ張っていただくと分かると思うんですけど、すごいビロンビロンに伸びるんです。はい、ですので通常の、ウクレレと同じようにチューニングしようと思ったらチューナーの針が動かない状態っていうのが結構あるので、ゆったり構えてゆっくりとチューニングするようにしてください。通常ですね、この針皆さんから見てこれ真ん中がチューニング合ってる状態で、こちら側にあるとチューニングが下がった状態ですよね。そうするとペグを回して合わせるんですが、ウクレレの場合ちょっと回すとスーッと上がってくるんですよね。ウクレレベースはずーっと回してるのにあんまり変わらない、よく見たらちょっと動いてんのかなっていうぐらいの感じなんですね。はい、それをウクレレと同じようにクイ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 って回して合わせてしまうと実は失敗するんです。どういうことかというと、伸びるので回して回して回してもゆっくりチューニングは上がっていくんですね。はい、で弾いてるうちに今度は上がりすぎてしまうんです。要は回しすぎたということになりますので、本当にゆっくりゆっくり回して回して、で真ん中越えていかないようにゆっくりとやっていただく。どういう感じかというと、ちょっとやってみますね。これ今現在4弦が若干低い状態ですね。低い状態から上げていきます。はい、こういう感じでゆっくり回す。これをで一気に合うところまで上げてしまう。今スッと上げましたよね。こうやって上げるとこの数値上では合ってるはずなのに、しばらく経ってると伸びきってなかったんでしょうね。ここが追いついてなかった、この辺だけは引っ張られてるけどこっちまで伸びきってなかったので、チューニングが上がる、巻きすぎるという状態になりますので、そうならないようにゆっくりゆっくり回すようにしてください。で今度逆に、チューニングが高かった時、皆さんから見て針がセンターよりもこっち側にあった時っていうのは緩めますよね。はい、この緩める時も同じなんです。で緩める時もゆっくり、こう高かった場合はで一気に緩めないでゆっくりと緩めていってあげる。はい、でチューニングが合いました。合うと一回引っ張ってください、軽く。はい、でもう一回引きます。はい、これでもう一回合わせて OK という風にしてください。まあ、通常のウクレレでもチューニングの時に BJ はお話ししてます。合わせようとしてた弦の基準の音よりも高かった場合にペグを緩めて弦の音を下げる。この下げた時っていうのはこの辺にたわみができるので、ウクレレでも一回引っ張ってくださいねっていうお話してます。ウクレレベースは見ていただくとよりたわみますからね。はい、しっかりと引っ張ってですね、チューニングしっかりと安定させるようにしてください。それをやらないと演奏中に伸びて緩んだりとかいうこともありますので、その辺も注意してですね、楽しんでいただければと思います。ということで BJ のウクレレベース講座、今回はチューニングについてのお話をさせていただきました。この動画がいいなと思った方は高評価ボタンのクリックをお願いします。あとチャンネル登録もお待ちしてます。ということでまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。